冗談じゃない。今すぐトレーニングだ。はた、はた、はた、はたこさか、はた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 こさか、はた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 こさか。先生、原稿は入りましたか？こういうのはどうだろうか。噂で自分のことを好きと聞いた女子に告白したら見事に振られた話。お前、俺のことが好きなんだろ。付き合ってやってもいいぜ。って先生、先生はミステリー作家ですよ。冗談じゃない。今すぐトレーニングだ。あい、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 あい。先生、なんかいいアイデア浮かびましたか？あい、こういうのはどうだろうか。偶然女子たちの噂話が耳に入ってしまい、告白していないのに振られた話。俺の話が出てる。先生、ふざけてないで早く原稿書いてくださいよ。冗談じゃない。今すぐトレーニングだ。あい、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 あい。先生、もうすぐ締め切りなんですよ。あい、こういうのはどうだろうか。夏休み前に思い切って告白したら、私、遠距離ぶりって振られた話。遠距離無理。でもお前の家まで歩いて5分。いや、てか早くかけよう。冗談じゃない。今すぐトレーニングだ。はた、はた、はた、はたこさか、はた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 こさか。